タージマハル1643年サーンチーの第一、ストゥーパの薬シーゾ一世紀、シバナタラージャ聖堂聖長羅町ニューデリー、国立博物館、カジュラー法、カンダーリア・マハーデーバジ外壁の女性像本校、インドの美術では、インダス文明に始まるインドア大陸の美術について、外観する。サーンチーストゥーパと東門、インド美術とは、近代以前に、 インドと呼ばれていた地域の美術を指す。ここで言う、インドとは、1947年に、イギリスから独立した現代国家としての、インドのみならず、パキスタン、バングラデシュなど、周辺の地域を含めた、インドア大陸全体を指す。インドア大陸に残る古代から、中世の美術作品は、その大部分が、宗教美術、すなわち、インド発祥の三宗教と外来のイスラム教に、 関わる美術である。現存する古代、中世インドの絵画や彫刻は、スーパー、寺院などの建造物や石窟寺院を総合音、装飾していたものが大部分であり、インド美術史においては建築と絵画、彫刻などの美術品とは一体同じ不可分のものであった。このため、本校では絵画、彫刻とともに、各時代の建築作品についても扱うこととする。 現存する古代、中世の作品に関する限り、インド美術はそのほとんどが宗教美術であるが、インドの長い歴史と過酷な気候条件の中で失われた作品の多かったことも考慮しなければならない。古代の文芸作品の中では、宮廷の華麗な様子が描写されており、古代の仏教遺跡に残る浮き彫りには、世俗建築の描写がある。また、古代の石窟寺には、 天井の形態などに、その当時存在していた木造建築の形を忠実に模したものがある。こうした世俗建築や木造建築が古代インドに存在したことは確かであり、それらを装飾した世俗的な絵画も存在したはずだが、インドの過酷な気候条件の下ではそれらは長く存続できず、結果的に耐久性の高い石材で作られたジーン、ストーパー、 石窟などの宗教施設と、これらと一体となった絵画や彫刻が、今日まで残された。西洋の美術や建築が例えば、ブルネル・デスキ、ブラマンテ、ミケランジェロといった、建築家や美術家の個人名とともに語られ、彼らの伝記もかなり明らかであるのに対して、近代以前のインド美術史においては、建築や美術が作家の名前とともに語られることは、ほとんどない。 世界建築史上の傑作と称されるタージ・マハルについても、ウスタード・アフマド・ラホーリーという建築家の名前が明らかになったのは20世紀に入ってからである。さらに、このラホーリーも多くの交渉が持ち寄った設計を取りまとめる役割に過ぎなかったとする説がある。インドの寺院は建築家や彫刻家のみならず、石膏、壁塗りの工人など多くの職人集団による。 共同作業によって建てられた。彼らは芸術家ではなくギルドの一員として働いたのであり、彼らのように自分の手足を動かして働く人々は社会的地位も低かった。こうしたことがインドにおいて建築家や美術家の名前があまり伝わっていない理由である。現存する古代、中世インドの彫刻作品は主として石像であるが、他にスプッコ、テラコッタ、 ブロンズなどの作品もある。絵画については、経典の挿絵や中世後期のミニやチュールを除くと、古い遺品はほとんど石窟の壁画に限られている。代表的なものとしては、西インドのアジャンター石窟にある古代後期の壁画が挙げられる。同石窟には古代初期の壁画もあるが、退色剥落が著しい。16世紀以降には、 ムガル帝国とヒンドゥー強勢力の双方で、写本装飾などの細密画が発達した。工芸品の分野では、古い遺品は少なく、古代、中世の工芸品で現存するものはほぼ出土品に限られる。近世には、ダマスク造眼細工、エナメル細工、造毛細工などに見るべきものがある。インドでは中国など、東アジアと異なり陶磁器の発達は遅れたが、近世には、 イラン風の西遊陶器などが見られる。染色工芸ではサラサ、つずれ織、刺繍など、木工の分野では、楽器、白檀製の家具などに見るべきものがある。黄金製のソーシン具や、金属製の器は、溶かして、再利用されたことも、古い工芸品が残っていない一因である。現代インドの地方行政区画マディアプラデーシュ州、マハーラーシュトラ州、オリッサ州、 タミル・ナード州などに遺跡が多い。インドの自然地理東西に伸びるビンディア山脈が、抗議の南北インドの境となる。南インドは、デカン高原が大部分を占め、その東西に東が厚、西が厚の両山脈が、南北に伸びる。インドの言語分布機インドアーリア語族、青ドラビナ語族、紫オストロアジア語族、赤チベットビルマ語族、インドの建国精神は、 多様性の中の統一という言葉で表現されている。この言葉が端的に示すように、多様な民族、文化、宗教、言語などが共存しつつ緩やかな統一体を形成しているのがインドの特色である。インドは大陸の面積はロシアを除いたヨーロッパ全体のそれに匹敵する。インドは大陸はユーラシア大陸からインド洋に突き出た半島上の地域である。 この半島上の地域は、地図上では南を下にした逆三角形を呈するが、三角形の二辺に当たる東と西はそれぞれベンガル湾、アラビア海に面し、北にはヒマラヤ、カラコルム、ヒンドゥク種の山脈がそびえ、アジアの他の地域とは地理的に隔てられている。インドは、その広大さゆえに、民族や文化のみならず、自然地理的。 気候的条件の面でも変化に富んでいる。地域の大部分は国所と雨きを伴う熱帯に属するが、西北部には降水量の極めて少ないタール砂漠がある。南インドが常夏の国であるのに対し、北、インドには冬があり、年間を通じての寒暖の差が大きい。最北部には万年雪をいただく山岳地帯もある。ヒンドゥー教の寺院では主神たる芝、 ビジュンヌをはじめとして様々な神々が共存している。ヒンドゥーの思想では、これらの神々は、究極的には一つの存在であり、それを他の中の一なるものと表現する。ヒンドゥー教では、究極の実在は一つであるという認識に立ちつつ、その実在が様々な形や名称で現れることは、許容されている。こうした思想は、ヒンドゥー教以前のベーダ時代に成立した、 聖典、ウパニシャットの中にすでに見られるものである。広大なインドでは多くの言語が使用されているが、それらの系統は北、インドに主に分布するインドアーリア語族と南インドに主に分布するドラビダ語族に大別される。インドアーリア語族はヨーロッパ諸語と同根の陰謀語族に属するが、ドラビダ語族はそれとは全く系統をことにする言語である。 インドヨーロッパ系の言語を話すアーリア人と呼ばれる人々が北からヒンドゥークシュ山脈を越えて西北インドへ進出したのは紀元前1500年頃のことであった。一方、ドラビダ系の言語を話すドラビダ民族はそれ以前からインドは大陸に住んでいた人々であり、四大文明の一つであるインダス文明の担い手であったとも言われる。このドラビダ民族もさらに古い時代に 中央アジア内し西アジア方面からインドへ移り住んだ人々であると推定されている。インドの地域区分については、東西に伸びるビンディア山脈とナルマダー川を境に、それ、以北を北インド、以南を南インドと大まかに分ける場合があり、他に東インド、中インド,インド、西インド、西北インド等の区分も用いられる。北インドは西にインダス川。 東にガンジス川が流れ、これらの河川が形成した、中石平野であるヒンドースターン平野が広がる。インダス川流域は四大文明の一つである、インダス文明が栄えた地で、古くから外来文化が流入した地であった。一方のガンジス流域は、ヒンドゥー教の源流であるベーダの宗教や、仏教、ジャイナ教など、インド固有の宗教を生み出した地であった。 南インドは、その大部分を、デカン高原が占める。現代のマハーラーシュトラ州にあたる、デカン高原北部から、西海岸に至る地域は、古来海外との交易で栄えた地で、多くの石窟寺院があり、主に、インドアーリア系の言語が話されている。一方、それよりさらに南のアーンドラプラデーシュ州、タミルナード州、ケーララ州、カルナータカ州及び、 ヘランガーナ州の地域では主にドラビダ系の言語が話されている。この地域では北インドの政治権力や文化の影響を受けることが比較的少なかったため独自の歴史、文化が育まれてきた。芝蝶羅町11世紀、メ美術館、ビシュヌ蝶羅町12から13世紀北、インドを初めて統一したマウリア朝以後、古代、 中世のインド美術の遺品はそのほとんどが宗教美術である。古代、中世におけるインドの主要な宗教はアーリア人のもたらしたベーダの宗教とそこから発展したヒンドゥー教、インド発祥の宗教である仏教とジャイナ教、及び外来のイスラム教である。アーリア人の信仰した宗教は自然現象を深刻化した一種の多神教で、その聖典の中から ベーダの宗教あるいはバラモン教と称され、これが後のヒンドゥー教の源流となった。アーリア人の進出から紀元前1000年期半ば頃までをベーダ時代と称する。ベーダの宗教は祭祀を重んじ、他の古代宗教には普遍的に見られる心臓や神殿を必要としなかったため、この時代は美術史的には空白の時代であった。石などの耐久材による 造形活動が本格化し、後世にまで残るような造形作品が作られ、始めるのは、ようやく紀元前3世紀、マウリア朝、第三代のアショウカ王の時代である。インダス文明の水防から、アショウカ王の時代までの、約1500年間、インド美術史は空白の時期が続いた。後期ベーダ時代になると、ガンジスカワナカ流域に革新的、 あるいは反ベータ的な宗教を唱える者が現れた。その中で特に有力であったのが仏教とジャイナ教である。釈迦は通説では紀元前6世紀から同5世紀にかけての人物とされ、ジャイナ教の実質的な解像であるマハービーラもほぼ同時代の人物とされている。なお、釈迦の生物年については諸説あり、紀元前400年頃に没したとする説も有力である。 仏教の開祖釈迦は、人生の本質は、生老病死などの、苦であると説いた。すべての存在は、無常であり、無我であるが、この真理を知らずに、我に固執することから、苦が生ずると釈迦は説き、こうした煩悩を滅ぼして、涅槃に至るための実践方法を説いた。ガンジス川流域に発祥した仏教とその美術は、東アジア、東南アジアの各地に伝播したが、 発祥の地インドでは7世紀頃から衰退し始め、12世紀には没落した。ジャイナ教は、釈迦と同じ頃の人物とされるマハービーラによって、開かれた宗教で徹底した禁欲、不摂生、供養をその特色とする。仏教と異なり、インド以外の地域にはほとんど広がらなかった。ジャイナ教の祖師をジナと言い、ジャイナ教とはジナの教えの意である。 実質的な階想である、マハアビーラ以前に23人のジナが存在したとされている。ジャイナ教の美術は、仏教美術やヒンドゥー教美術に比べて、小規模ではあるが、古代から中世にかけて、寺院、石窟、彫像などが作られている。ジャイナ教の祖師像は一見すると仏像と似ているが、仏像と異なり、全裸像であるので絵門の表現がない。 造形的には仏像に比して、一般的に鈍重で硬直化したものが多い。ヒンドゥー教は、特定の階層を持たないインド固有の民族宗教であり、単なる宗教というよりは、信仰、宗族、神話、思想、社会規範などを包含したインド的文化体系とでも称すべきものである。二大女子子と呼ばれる、マハーバーラタとラーマーヤナヤ。 プラーナ文献と呼ばれる一連の古伝承がヒンドゥー教の聖典とされている。インド美術の特色である、みなぎる生命力、躍動感、感能性、建築物の内外を埋め尽くす、おびただしい装飾などは、その大部分がヒンドゥー美術の特性である。ヒンドゥー教の起源は、アーリア人のもたらした民族宗教であるベーダの宗教に求められ、これが、 ヒアーリア的な土族の信仰、宗族と融合して発達したものである。ヒンドゥー教では神の姿を見ることが重視され、そのために多くの神像が作られた。この宗教では最高神であるシ芝とビシュヌを中心に多数の神が信仰され造形化されており、いずれの神を主心とするかにより、シバ派、ビシュヌ派、シャクティ派の大きく三つの宗派内視教派に分かれる。 ただし、これらの教派は互いに排除し合う関係ではなく、平和裏に共存している。これは、心的な存在は、究極的には一つであるという思想に基づいており、このような異質なものの混在、寛容性といったことがこの宗教の特色を成している。シバは、古代の暴風雨の神ルドラに起源する神で、生命と破壊、死という相反する二つの現象を支配し、 創造者と破壊者という相反する性格を有している。シバの心臓はナタラージャなど様々な姿で表されるが、寺院の本尊として祀られる場合には、人間の姿ではなく、象徴物であるリンガの形で表される。シバと並んで、ヒンドゥー教の主要な神であるビシュヌは、古代の太陽光信仰に起源し、様々な化身の形をとって表される。ビシュヌの化身のうち、 松屋、クールマ、バラーハ、ナラシン派、バーマナ、パラシュラーマ、ラーマ、クリシュナ、ブッダ、カルキをビシュヌの十化身と称する。十化身の九番目は仏教の快祖であるブッダであり、最後のカルキはマッセに現れ、世界を神聖させるという。シャクティ派とは、シバヒのドゥルガー、カーリーなどの女神を信仰対象とするものであり、シバ信仰。 ビシュヌ信仰と並んで、ヒンドゥー教の中で重要な位置を占める。シャクティとは力、特に性の力の意で、インドでは生命の根源、生み出すものとしてのシャクティが重視されている。近代フランスの彫刻家、オーギストロダンは、南インド町オラ町に制作されたシバナタラージャのブロンズ像について、リズミカルな動きの完璧な表現であると絶賛した。ただし、 こうしたブロンズ像は、本来は数形の対象であり、鑑賞用の作品として造造されたのではない点に、留意が必要である。信仰の場では、このような心臓には、色とりどりの花綱や布が本体を覆い尽くすように、飾られ、植物、豆苗、香などが奉納されて、最高度の敬意が表された。心臓を礼拝することと、美術館のギャラリーで、 オブジェとして干渉することとは全く異なる行為である。以下に芝像の本来の祀られ方を示す写真を例示する。仏教美術及びヒンドゥー教美術の解説中に、品質する用語について以下に略説する。なお、以下に略説した用語については、本文中での中期を省く。インダス文明の領域と遺跡も変ョダロインドアタークにおける、戦士時代の造形遺品としては、 サイモンドキ、テラコッタ製の像、ビンディア山脈を中心に分布する岩壁画などが挙げられるが、美術的に特筆すべきものは少ない。従って、インド美術史は、世界の四大文明の一つに数えられる、インダス文明から解き起こすのが通例である。この文明は、レンガで構築された建物、整然とした街路や下水道を伴う都市を発達させたが、 他の古代文明に存在するような大型の神殿や、神像などは見られず、今日に残る造形遺品は、印象やテラコッタ像などの商品が主である。印象に表された動物の生命感あふれる表現、洋画行者を思わせる人物像などに、後のインド文化につながる要素も見られる。紀元前3000年期から同2000年期にかけて、西北インドのインダス川流域に発達した。 この文明に属した地域は南北約1100キロ、東西約1550キロに及び、その主要部分は現代の国名ではパキスタンに属する。この文明の存続年代については、諸説あるが、放射性炭素測定の結果からはおおむねう元前2600年、同1900年と見られている。著名な都市遺跡としては、モヘンジョダロ、ハラッパー、カーリバンガン、ロータルなどがある。 モヘンジョダロは、レンガを積み上げて造成した人口の昇給の上に築かれており、東の市街地と西の城西地区に分かれている。市街地は5番目上に整然と区画され、道路は小西レンガで舗装され、上下水道も完備していた。城西と呼ばれる地区には、レンガで構築し、タールで防水加工をした木浴場があり、 これは何らかの宗教儀礼に用いられたものと思われる。その周囲には穀物層と呼ばれる建物群の跡がある。穀物層と名付けられたこれらの建物は、本来は集会場等の別の用途に使用された建物と考えられている。インダス文明については、インダス文字が未解読であることもあり、不明な点が多い。この文明では、他の古代文明には顕著に見られる神殿。 宮殿、王母のような巨大権力の存在を誇示する建築物は見当たらない。この文明を築いた民族の系統は不明であるが、アーリア人以前にインドは大陸に住み着いていたドラビダ民族がこの文明の担い手であったとする説もある。インダス文明の文字は未解読ではあるが、コンピュータによる解析の結果、その文法的特色がドラビダ語に似ていることが指摘され、 このこともインダス文明イコールドラビド民族の文明とする説を補強している。この文明が滅びた原因についても不明で、河川の流路変更等いくつかの原因が考えられてはいるが、確かなことはわかっていない。このほか、インダス文明の造形遺品としては、赤色黒彩りの時、テラコッタの小徴像などが多数出土しているが、本格的な彫像は少ない。彫像としては他には、 ハラッパー湿度の2体の石像ら大団製造が知られる。テラコッタ製品としては、脂ボ心臓や、玩具と思われる動物の肖像などが多数、湿度しているが、いずれも素朴な作風のものである。紀元前1500年頃、アーリア人と呼ばれる民族が、ヒンドゥクシュ山脈を越えて南下し、西北インドのパンジャブ地方に進出した。もともと中央アジア内市にラン高原方面を出自と、 する彼らは、ヨーロッパ諸母と同婚のインドヨーロッパ語族に属する言語を話していた。このアーリア人のもたらした文化が土着の文化と混交して、今日に至るインド文化の基礎が形成された。彼らの宗教を、を神話を語る文献を総称して、ベーダという知識の意。一方、アーリア人とは、言語系統を全く異にするドラビダ民族は、 紀元前1500年頃にはすでにインドに定住していたが、アーリア人に圧迫される形で南下し、南インドに定住するに至ったと考えられている。アーリア人は、紀元前10世紀頃にはさらに東進して、ガンジス川流域にまで進出した。アーリア人がインドに進出した、紀元前2000年期の半ばから、紀元前1000年期の半ばに至る時期を、ベーダ時代という。さらに、 紀元前十世紀頃を境に、それ以前を前キベーダ時代と言い,い、それ以降、ガンジス流域に進出した時期を後キベーダ時代という。最古の聖典、リグベーダは、前1200年頃に成立し、後キベーダ時代には、ブラーフマナ、ウパニシャットが成立した。ウパニシャットは、ボンガイチの思想を説いている。ボンとは、宇宙の根本原理のことであり、これが、 がとと同一ででああるる説くものであるベーダの宗教はギューバを神の生贄に捧げるなどの祭祀を重んじ、複雑な祭祀を取り仕切る能力を有するバラモンの地位が次第に高まっていった。バルナ星と呼ばれる宗教的身分制度も後期ベーダ時代に形成された。これは人をバラモン、クシャトリア、バイシャ、チュードラという四つの身分に区分するものである。このようにベーダ時代は インドの文化や思想形成の上で重要な時期であった。しかし、ベーダの宗教においては、前述のような祭祀が重視され、哲学的施策が発達した一方で、心臓、神殿のような造形作品はその需要がなく、この時代はインド美術史における空白時代となっている。ベーダ時代以降のインド美術史の時代区分は、文献によって多少の差があるが、ここでは、 日本大百科全書、新朝世界美術辞典を参照し、古代初期、中期、後期、中世前期、後期という区分を用いることとする。古代初期は、ガンジス流域の古代国家成立期から、マウリア朝、春が朝、初期サータバーハナ朝までを含む。この時代には、ストゥーパや、それを飾る浮き彫りなどの初期仏教美術が制作された。初期仏教美術では、 仏像の制作、すなわち仏教の階層である釈迦の姿を人仏像として造形することは避けられていた。仏像は紀元後一世紀にガンダーラとマトラーに相次いで登場するが、それ以前の仏教美術には人物としての釈迦の姿はなく、釈迦の存在は菩提樹、足跡、三階、台座などの象徴物によって暗示されるのみであった。釈迦は 紀元前6世紀から同5世紀にかけての人物とされている。当時の北、インドでは、パンジャブ地方とガンジス川流域を中心として、多数の国家が成立し、互いに争っていた。中でもガンジス中流域のマガダ国とコウサラ国が、兄弟であった。釈迦と同時代の人物とされる、マガダ国のビンビサーラ王は仏教に帰えし、最初の寺院である。 竹林少女を寄進したという。前326年、東方遠征を続けていたアレクサンドロス大王はインダスを越えてパンジャブ地方にまで進出したが、それ以上の進軍はできなかった。前317年頃、マガダ国のチャンドラグプタはナンダを倒してマウリア朝を建てた。彼は、その後アフガニスタン、ベンガル、デカンに半島を広げ、 マウリア朝は、インド史上初の大帝国となった。仏教経典の伝えるところによれば、マウリア朝三代のアショウカ王は、戦争による殺戮の悲惨さを感じ、仏教に帰したという。仏教経典によれば、釈迦の遺骨は、はじめ8等分されて8つのストゥーパに祀られたが、アショウカ王はこれを分骨して各地に、多数のストゥーパを建立した。また、 アシオカオはダルマに基づく政治を唱え、インド各地の岩壁に宝直を刻ませ、また宝直を刻んだ石柱を各地に混流した。岩壁に刻まれた宝直はインド各地に現存している。石柱は宝直を刻んだもの10本を含め十数本が現存するが、元の形状のまま感損しているのはラウリアナンダンガルのものだけである。 アショウカ大柱と呼ばれる、この石柱は、バーラーナシー西南のチュナール山のバイヤオ色の砂岩を用いたものである。地上に見えている部分だけでも10メートル以上ある、長大な柱を一本の石材から作り出している。石柱の表面は念入りに研磨され、中東には動物の像を置く。動物は四種で、ライオン、お牛、像を表したものが現存し、他に、 馬の中東も存在したことが文献からわかる。こうした動物の像を表した記念柱はペルシャに起源があるが、アショウカオ柱の造形はインド的なものになっている。石柱には地面に直接立てる掘立式のものと地中に礎石を据えるものとがあるが、前者の形式の方が古く、後者は時代の下る模国柱ではないかとの説もある。 現存するアショーカ大柱のうち、サールナート湿度のライオンの中東は、現代のインドの国章に使用されている著名なものである。この中東は、紀元前3世紀半ばの作で、高さは210センチ。4頭のライオンの前半身を組み合わせたもので、後半身を全く造形していないにもかかわらず、不自然さを感じさせない。細部まで的確なモデリングがなされ、 白身的な表現を示す彫刻で、現存する、アショウカ王中東の中でも優れたものである。バールフットロ王本勝図紀元前2世紀末頃、プシャヤミトラは、マウリア朝を滅ぼし、マガダ国に旬が朝を創始した。この王朝自体は、バラモン教の復興に熱心で、仏教を信仰していたわけではないが、この時代には前代に創建された仏塔の改修拡大が行われている。 すなわち、前代に、レンガで創建された仏塔を石積みで回収し、仏塔周囲の乱立てを木造から石像に変えるなどのことがこの時代に行われた。中インドのサンチーのストゥーパは、マウリア朝に創建され、春が朝に回収されたものであり、ストゥーパの周囲四方に建てられた石像の門と、その彫刻は、サータバーハナ朝下の起源後一世紀のものである。バールフトは、 マディアプラデーシュ州にある遺跡で1873年にイギリス人カニンガムが発見した。春が朝に混流されたバールフトのストーパはすでに崩壊しており、福鉢は滅出しているが、周囲に巡らされていた石像ン立テの約半分と四方にあった門のうち東門が残っており、これらはコルカタのインド美術館に保管されている。福鉢はレンガ造りで、 直径21メートル、周囲に高さ2.7メートルのランダテを巡らし、四方に東門を建てていた。ランダテは、柱とこれをつなぐ三本の抜き及び最上部の火災石からなる構造で、東門は八角柱4本を束ねた形の柱2本の間に横張りを渡している。この塔は、旬が朝の混流とされるが、正確な混流年代については、諸説あり。 全150年頃の混流とする説、全100年以前には遡らないとする説などがある。乱立の墨柱は、方形区画内に、民間信仰の神である役者、役師の像や仏教説話の場面などを表す。乱立の墨柱以外の柱には、円形の枠と、半円形の枠、抜きには、円形の枠を設け、その枠内に、動植物、仏伝図、 本性図などを浮き彫りする。火災師は、外面は、蓮芸文、内面は、鶴草門用で区画した中に、本性図などを表す。説話場面には仏陀を人間の像として表すことはなく、仏陀の存在は、聖樹、聖壇、法輪などによって象徴的に表すにとどめる。説話の浮き彫りは、素朴な作風で、著名な、六王本性図のように、 物語中の数場面を一つの画面に表すのが特色である。六王本章図を例に、バールフトの浮き彫りの構図の特色を見ることとする。六王本章とは次のような説話である。釈迦は前世においてルルという名の鹿の王であり、金色の美しい毛並みを持っていた。ある時、六王は一人の男が、急流に流されて溺れているのを見て、命がけで川に飛び込み、 その男の命を救った。六王は男に自分の居場所を誰にも教えないようにと言ったが、男は約束を破り、国王に六王の居場所を教えてしまった。自分を捉えにやってきた国王に対し、六王は人間の言葉で法を解き、国王は自らの火を悟ったという。六王本性図浮彫りは、手前に溺れた男を救う六王、右に弓矢で六王を狙う。 国王、中央には膝を屈して法を解く六王の堂々たる姿と六王に合唱する人々を描く。このように三つの異なる時間帯に属する描写を一つの円形画面にまとめている。背景には三本の木によってこの説話が森の中での出来事であることが示されている。第一等の前景マディアプラデーシュ州のサーンチーの仏教遺跡には、 第一点に三頭と称される三期のストーパがある。最も著名な第一頭は、原型はアショーカ王の時代に築かれたと見られ、基団はレンガ作りで現在の半分ほどの規模であった。これが春河町時代に石で増広され、周囲に石像の乱立てが設けられた。ストーパの東西南北の入り口に立つ門の浮き彫りは、さらに下ったサータバー花町時代。 紀元1世紀初頭頃の政策と見られる。第二塔は第一塔の西方にある。福鉢の小道は約14メートル。春賀町の紀元前2世紀末頃の混流である。周囲に乱立てを巡らすが門はなく、乱立ての柱には装飾を施す。第三塔は第一塔のすぐ北にあり、規模は第二塔と同程度である。南側にのみ門が残り、 ランダテは失われて断片のみが残っている。第一塔の規模は、基壇の小道が36.6メートル、福鉢の頂までの高さが16.5メートルである。福鉢の上にはさらに平塔と三階がある。基壇の周囲には高さ3.1メートルの石像のランダテを巡らし、その四方に塔門が立つ。このほか、基壇上のテラスの部分にもランダテがある。 四方の東門は二本の柱を立て、その間に三本のおうを渡したものである。四つある門のうち、年代的には、南門が最も先行し、以下、北門、東門、西門の順に作られたと見られ、北門が最も保存が良い。東門の部材は柱の背面を除き、浮き彫り彫刻で飾られている。このほか第一おうの上、第1.23。 横張り場の空間、第三横領と柱の間の持ち送り部分などにも彫刻がある。第一横領上には、降輪、相モ紙、神、保表などを置く。横領と、横領の間には、細い支柱を立て、象徴的図像や装飾文様を表すほか、牙、寄贈の人物、獅子、像などの丸長像がある。さらに持ち送りには、民間信仰の女神である、ヤクシーの像がある。 各門のおうの表裏には、横長の画面を生かした、仏伝図や本章図が掘り出されているが、中でも東門第二おうのょうの、出が著名である。出城は、世の無情を感じた釈迦が、出家修行のため、相場勘高にまたがって、居城を出る場面を描いたもので、維持道図法を用い、画面内の時間は向かって左から右へ流れている。画面左から出発し、 右方向へ歩むカンタカの姿は計4回描かれているが、釈迦本人の姿はどこにもなく、カンタカの背中の上に表された3階と保スが、釈迦の存在を暗示している。画面右端には大きな足跡が表されるが、これは釈迦がここで馬から降りたことを示唆している。その手前に、来た時とは逆に左向きに表されたカンタカの姿があり、その背には、 先ほどの三階とホスはなく、釈迦の出家が完了したことを象徴的に表している。デジロのウキボリアジャンター石窟群外観インド美術を特色づけるジャンルの一つが石窟寺院である。インド全体で千数百の石窟寺院があると言われ、仏教、ジャイナ教、ヒンドゥー教の三宗教のいずれもが石窟寺院を造営している。インドに 石窟寺院が多い理由はいくつか考えられている。まずは、開掘に適した岩山が多いという自然条件があり、インドの猛烈な暑さを避けるためという実際的な意味もあった。さらには、岩山を人力で削り出すという、時間と労力を要する作業に携わることによって、宗教上の孤独を積むという意味合いもあったと言われている。 最古期の石窟は、ビファル州のバラーバル丘及びナーガルジュニ丘にある、もので、紀元前3世紀に遡る。ただしこれは、仏教石窟ではなく、アージービカ教のものである。紀元前2世紀から紀元後2世紀にかけて、主として、デカン高原北部に造営された石窟を前期、石窟といい、バージャー、レードサー、ナーシク、ジュンラール、アジャンター、ピタルコーラー、カーンヘリー、 カールラーなどが代表的なものである。その後、石窟の造営は長期間とダイルが5世紀頃から再開され8世紀頃まで造営が続く。この時期に造営されたものを後期石窟という。前期石窟は仏教窟が中心であるのに対し後期石窟では仏教窟も存在するがヒンドゥー窟が主体になっている。ジャイナ教窟は数は少ないながら前期。 後期療法に存在する。前期石窟は天井にたる気をつけるなど、当時の木造建築の形式を模している。石窟内部の空間はストゥーパーを安置したり、装棒を設けるために利用されており、絵画や彫刻による装飾は少ない。なお、アジャンター石窟の第9.1例窟には、保存状態はあまり良くないながら、西暦期限前後に制作された会話があり、 仏教絵画の最古の遺品として注目される。仏教石窟には、チャイティア靴とビハーラ靴の2種類があり、平面構成が異なっている。チャイティア靴は信仰の対象であるストーパを祀ることを目的とした岩屋で、馬蹄形系平面の岩屋の奥にストーパを安置する形式が典型的である。一方のビハーラ靴は修行像の重宝として作られたもので、 長方形の広間の周囲の壁面に、僧帽の出入り口が並ぶ形式が、典型的である。仏教石窟寺院は、通常一つ以上のチャイティア靴と複数のビハーラ靴とからなる。仏立像ガンダーラ2の3世紀、東京国立博物館、菩薩立像変顔ガ,ガンダーラ、名波三打湿度高120センチメートル、ギ目美術館古代中期は、クシャーナ朝。 後期サータバーハナ朝とその後継王朝の時代に当たる。クシャーナ朝は中央アジア出自のイラン系と思われる王朝で、バクトリアからヒンドゥクシュ山脈を越えてインドに進出し、北インド一帯に支配を広げた。この時代には西北インドのガンダーラと中インドのマトゥラーで、それぞれ仏教美術が栄えた。この時代に特筆すべきことは、史上初めて仏像、すなわち、 人間の姿を撮った仏陀の像が出現したことである。仏像は、紀元後一世紀に初めガンダーラで、やや遅れて、マトラーで作られるようになった。ガンダーラ美術については、インド美術の範疇でなく、中央アジア美術に含める立場もあるが、本校では、同時期のマトラー美術との対比のために、ガンダーラについても解説する。ヘレニズム的要素の強い仏教美術を生み出したことで、 知られるガンダーラは、現代のパキスタン北部、ペシャーワル地方を指す古代地名である。ガンダーラの仏教美術はインド、中央アジア、中国などの仏教美術に影響を与えたという点で、重要である。通常、ガンダーラ美術とは、競技のガンダーラのほか、北方のスワート、東方のタキシラ、西方のアフガニスタン北部地方などを含む、文化圏の美術を指す。 ガンダーラの地名は、紀元前6世紀のアケメネス朝ペルシャのベヒストゥン、碑文に、同王朝の俗習として見える。以降この地は、マウリア朝、インドグリーク朝、インドスキタイ朝、インドパルティア朝などの支配下に置かれたが、当地方で、仏教美術が栄えたのは、紀元後1世紀から3世紀、クシャーナ朝の時代にあたる。クシャーナ朝の出自は、イラン系と推定される。 遊牧民族であった。この王朝は、ヘレニズムやインドなど、東西の文化と土着の文化が融合した、複雑な状況下で約4世紀にわたって安定した支配を続け、この地域の文化の発展に貢献した。インドに発祥した仏教の他地域への伝播にも大きな役割を果たし、その影響は中国を経て、朝鮮半島、日本にまで及んだ。ガンダーラの地において、 ヘレニズム的要素の強い仏教美術が生み出された背景には、こうしたクシャーナ朝の特性とともに、この地にはすでに紀元前2世紀頃にインドグリーク朝が進出し、西方の文化を受け入れる下地ができていたこともある。ガンダーラはまた仏像の制作、すなわち仏陀を可視的な人間像として表すことが最初に行われた地としても知られる。インドでは長らく仏陀の像は作られず、 浮き彫り彫刻などの造形作品においては、人間像としての仏陀を直接表す代わりに、台座、足跡、菩提樹、法輪などによって象徴的に仏陀の存在を表現していた。最も早い時期に仏像が作られ始めた地域は、ガンダーラと中インドのマトラーである。ガンダーラ、マトラーのどちらで先に仏像が作られたか、またその時期はいつであったかについては、様々な説がある。 一般的には仏像の制作が始まったのはガンダーラの方がやや先行し、その時期は紀元後一世紀とする説が受け入れられている。クシャーナ朝では第三代の王、カニシカが仏教を保護奨励し、同王の時代に仏教が流盛したとされている。ただし、クシャーナ朝の歴史自体に不明な点が多く、カニシカの在位年代についても小説あって、半然としない。 ガンダーラの仏教美術の遺品は多数残っており、インド、パキスタンをはじめとする各国の博物館に所蔵されている。しかし、これらの個々の作品の制作年代を特定したり、様式による変年を行うことは困難である。これは、作品自体に年代を明記したものが乏しいことに、加え、学術的な発掘によって出土した作品が少ないことによる、 ガンダーラの仏教美術は前述のように紀元後一世紀に始まり、最世紀は二から三世紀であったが、その後も制作は続けられ、エフタルが侵入した五世紀あるいはそれ以降までは継続したものとみられる。彫刻の素材の点では、むね前期は石像、後期は素像が主体であった。木だらくシャーの木には滝白やハッタで素像が盛んに制作されている。 石像彫刻は変顔性のものが多いが、地域によって材質に変化があり、ハッタや滝タシラでは、石灰岩、スワートでは緑変顔が使用されている。各地の美術館に収蔵されるガンダーラの彫像は、元はストーパや寺院の壁面を飾っていたものである。正面からは丸彫りのように見える彫像も背面を造形していないことが多く、 こうした像は丸彫りに近い高浮き彫りであったとみられる。ガンダーラの仏陀像は両足を開き気味に堂々と立つポーズのものが多く、この点はクシャーナの王構像を思わせる。一方、顔形表現はギリシャ風であり、生成を表す円行はイラン系のものである。このように、ガンダーラ彫刻にはヘレニズム、西アジア、インドなどの外来要素が混交している。仏陀像の他に、 菩薩像も制作された。菩薩像は、豪華な奏神具を身につけ、サンダルを履くなどの点で、仏陀像と区別される。また、仏教説話の場面を表す浮き彫りも多数、制作された。ガンダーラでは、本小図よりも、仏伝図の主題が好まれ、特に仏陀の生涯の四大事に関わるものが多い。カトラー・シツド・フッツ・ザ・デリーの南東キロに位置するマトラは、 公益、通称の要少として古くからの歴史を有し、すでに古代初期には民間信仰の神である薬師、薬者の像などが作られていた。クシャーナ朝時代にはマトゥラーはガンダーラと共に王朝の拠点であった。またマトゥラーはガンダーラと共に最初期の仏像が作られた場所として知られている。ただし、マトゥラーの仏像は、 材質や作風など様々な面でガンダーラの仏像とは対照的である。ガンダーラ仏が黒色の変眼から作られているのに対し、マトゥラー仏は大半分のある赤色左岩性である。作風、様式の面ではガンダーラ仏は様式的にヘレニズム美術の影響が強く、表情は伏し目がちで瞑想的であり、衣は通り方につけ、絵紋は深く刻まれ、 肉体表現は抑制的である。一方のマトゥラーフツの作風はインド的で、衣は変単右肩で堂々たる肉体を表し、表情は目をしっかりと見開き、全体に力感に満ちた作風である。なお、以上に述べたマトゥラーフツの特色は、クシャーナ長時代の作品のそれであり、後のグプタキのマトゥラーフツは様式が異なっている。仏像以外では、 マトゥーラー郊外のマート神殿跡から二世紀作のカニシュカ王の立像やビマカドフィセス王の遺像が出土している。マトゥーラー郊外のカトラー出土の仏座像は初期マトゥーラー仏像の代表作である。赤色左岩性で、紀元一世紀後半、内視二世紀前半の作。仏は、獅子座上に、結果不座し、右手は、背昔小印を示し、左手は膝上に置く。 目は大きく見開き、唇が厚く、口角が上がって、アルカイックスマイルを表す。衣を変単右肩につけ、堂々たる肉体を表し、絵紋は平行線で形式的に表されている。以上のような作風は、ヘレニズムの影響が見られない、インド的なもので、こうした作風を示す点が、マトゥラーフツの特色である。この像の台座には、菩薩の像である胸の銘がある。 本像は、図像的には明らかに、仏陀の像であるにもかかわらず、菩薩という名を記す点に、人物像としての仏陀の非表現の伝統の根強さを示している。南インドのアンドラ美術を代表する遺品が、アマラーバティの大塔である。クリシュナガは下流岸にあった。この塔は、基段の直径50メートルの大規模なものであったが、すでに滅出しており、ランダテを飾っていた浮き彫りの一部が、 大英博物館とチェン内博物館に保管されるのみである。ただし、残存する浮き彫り中に、この王塔の姿が描かれており、これをもとに復元模型が制作されている。この塔は、基壇の四方に長方形の張り出しを設け、そこにあやかと称する五本の列柱を立てるのが特色である。塔の周囲には高さ3.5メートルの乱立てが巡っていたが、 サンチーのストゥーパに見られるような盗門はなかった。混流年代は一般に二世紀とされるが、異説もある。ディーバレットは、混流年代を125年から240年の間としており、前200年頃に創建された塔を、あと二世紀に増広したとする説もある。ランダケは、柱とこれを横につなぐ三本の抜き、上部の火災石からなる。基段と刀身の胴部も、 石板で覆われていた。浮き彫りの主題は主に仏伝図と本性図である。仏伝図では、例えば、出城の場面における、知ったあるた大使は人間像として表されているが、浄土後の釈迦についてはその姿を表現せず、宝座などの象徴物を持って、その存在を暗示している。説話場面の表現は濃密になり、登場人物が多く、形態は柔軟に表されている。 円形の画面を生かした構図、円形と金形の使い分けなど、空間の三次元的把握が進歩しており、この点でバールフとヤサンチーの浮き彫りとは異なっている。現存する浮き彫りの中では、イゾ像長仏が著名である。マップラーの仏立像、ジャマールプルシツド、ヤシャギンナ封建名古代後期は、グプタ朝と同王朝が崩壊した後のポストグプタ期を指す。グプタ時代は、 インド古典文化の完成期と称される。仏像彫刻は主に、マップラーとサールナートの二つの地区で制作された。両地区の仏像は作風に相違があるが、いずれも金星が取れた、崇高な様式のもので、インド仏教美術の一つの完成型を成している。絵画の面では、西インドのアジャンターの後期セックスの壁画は、この時期に、デカンのバーガータカーサの下で制作された。 グプタ時代は、インド古典文化の黄金時代であり、美術のみならず、文芸、天文学、数学、医学などの分野でもこの時代に大きな発展が見られた。ヒンドゥー教の二大女子史、マハーバーラタ、ラーマーヤナや、プラーナ文献と呼ばれる、ヒンドゥーの古伝書もこの時代に成立ないし整備されたものである。ハルシャバルダナ王のバルダナーサの崩壊後は1206年の、 イスラム王朝成立に至るまで、北、インドには統一王朝が出現せず、軍有拡挙の時代が続いた。マトラーでは、グプタキにも引き続き仏像が制作されている。クシャーナ朝時代以降の様式の変遷は、必ずしも明らかではないが、ポストクシャーナ期には、当地の仏像も、ガンダーラの影響を受け、次第に様式が変化していく。 初期マトゥラーフツの着衣法が、偏端右肩で、豊かな肉体を誇示していたのに対し、グップタキのマトゥラーフツは衣をつう肩にまとって、肉体の露出が少なく、エモン表現は繊細になっている。陶器のマトゥラーフツを代表する遺品としては、ジャマールプルシツド、ヤシャギンナ法権名の仏立像、同じくジャマールプルシツドでインド大統領官邸に保管される、仏立像などが、 代表作である。いずれの像も衣が薄く、その下の肉体の存在が感じ取られる。繊細な浮き彫りを施した後輩を覆い、絵門は波紋のように形式的に整えられている。頭髪は羅髪に表し、面相は両眉を、逆八の字型に表すのが特徴で、表情は初期末らあふつとは対照的に瞑想的、内政的である。 サールナートフツザゾーグプタキにマトラーと共に仏像制作の中心地であったのはサールナートであるが両地域の仏像の作風は顕著に異なっている。マトラーフツが赤みの強い砂岩性であるのに対しサールナートの仏像は白に近い単鉱色砂岩で作られている。面相は逆八の字型の眉、眉と一連に表される微量、節目。 厚い唇などに特色がある。サールナートフツの顕著な特色は絵紋を刻まない点で、薄手の衣が体に貼り付くように表されているため、一見裸体、もしくは水から上がった直後のように見える。サールナート湿度の初展望林仏像は、サールナートフツの代表作であり、インド古典文化絶頂期の最も完成された様式を持つ仏像。 インドで最も優美な仏像などと評されている。5世紀の作で、台座には、法輪六王、陸を表す。このほかクマーラグプタ2世154年名の仏立像、ブッタグプタ157年名の仏立像などが重要である。インドにおける、石窟寺院の造営は2世紀頃を最後に一時期、途絶えるが、5世紀頃から再び活発になる。 紀元前2世紀から紀元後2世紀頃に造営された前期石窟に対し、5世紀以降8世紀頃までに造営されたものを後期石窟と称する。前期に続いて、開け屈されたものに、アジャンター、アウランガーバード、カーンヘリーなどがあり、この時期に新たに開け屈された石窟としてはバーグ、エローラなどがある。後期の仏教石窟では、チャイティア靴が少なくなり、 ビハーラクツが多くなっている。バーグセックツのようにビハーラクツのみで、チャイティク靴を設けないところもある。ビハーラクツは大規模化するとともに、浮き彫りや壁画で称言されるようになり、総ク靴というよりは、フッド道としての性格が強まっている。 アジャンター第一靴壁画アジャンターの後期石靴は、バーカー高朝の元5世紀中央から6世紀にかけて造営された。後期に属するチャイティア靴は、第19.2629の3靴である。ビハーラ靴では、壁画の残る第1.26.17靴が重要である。これらの壁画は砂やすさを混ぜた土で下塗りをした後、石灰で上塗りをし、 テンペラに近い技法で描かれている。溶剤は樹脂かニカワを用い、顔料は主に鉱物性のものを用いている。壁画の主題は主に仏伝図や本性図で、天井にも様々な装飾文様を描く。第17靴の壁画は、比較的保存が良く、ベランダ後壁には、王宮の場面などの世俗的な描写がある。この場面では、王宮の建物が、斜め方向から、 千円金法的手法で描かれており、建物内には王が王妃を抱き寄せる官能的な描写が見られる。この場面の主題は未章であり、修行の場であるビハラ靴内にこのような官能的主題が描かれている理由も不明である。第一靴の壁画はインド古代絵画を代表する名品として知られ、その中のスモン心臓が特に著名である。奉還をいただき、 右手にレンゲを持つ、この像は、気品のある表情で、金星の取れた体を優美に屈曲させる鳥番画の、ポーズを取る。花などの隆起部には、白のハイライトを置き、輪郭線に沿って、マ取りを施すなどの技法によって、立体感を表出している。この像については、かつて、レンゲ種、菩薩像とも呼ばれていたが、低金系次は、図像的に見て、本像は、 菩薩像ではありえないとしている。本像には菩薩像なら当然にあるはずの五行の表現が見られない。また、本像は切り花の青レンゲを手にしているが、インドではレンゲ種、菩薩像は地面から生えたグレンゲに手を添えるのが図像上の決まりで例外は見られないという。チャイティア靴である第十九靴ではストゥーパの正面に仏立像を表しており、 仏教の崇拝大将が、ストゥーパから仏像中心になりつつあることを如実に示している。マハラ・アシュトラ州アウランガーバードの北西25キロに位置するエロラには、仏教、ヒンドゥー教、ジャイナ教の三宗教の石窟が並存している。南北約2キロの範囲にわたって造営された。石窟群は、南から北へ順に岩屋番号が振られ、 南端の第1靴から12靴が仏教靴。北端の第30靴から第34靴がジャイナ教靴で、その中間の主要部分である第13靴から第29靴がヒンドゥ靴である。仏教靴のうち第10靴がチャイティア靴である。像の種類という点では仏陀のみならず観音菩薩、弥勒菩薩などの像や、金剛サッタのような密教系の像もあり、 初期密教美術の遺品として注目される。主要8靴のうち、第4靴のみが前期折靴に属し、他は後期折靴である。第7靴の部学部等の女神像は、肉感的な表現で、仏教靴であるが、作風は、ヒンドゥー靴とあまり変わりがない。デイオーガル、美種の寺院の浮き彫り、アナンタ流の上に横たわる美種のヒンドゥー教美術については、 グプタ朝以前の状況はあまり定かでない。すでにクシャーナ長高期及びポストクシャーン期にはヒンドゥー教による小規模な造像が行われているが、ヒンドゥー教寺院の造営が本格化するのはグプタ時代の5世紀頃からである。インド各地に見られるヒンドゥー寺院は綺麗石を積んで作った石積み寺院が多いが、初期にはレンガ造りであった。ウッタルプラデーシュ州のビータルガオンデーラは、 レンガ作りで、高さは15メートルである。中インド・ジャール・カンド州のデイウォーガルのビシュヌ寺は、石像ヒンドゥ寺院では、最古のもので、5メートル四方の指導が残る。この時代には、ヒンドゥ教の石窟寺院も造営されるようになり、ウダヤギリ石窟群はその最古の例である。単独像では、マトゥラー・シツドのビシュヌ神像は、初期ヒンドゥ彫像の代表例で、5世紀の作品である。 この像のモデリングや顔形表現には、同時代の仏教彫刻に共通するものが見られる。観音菩薩像ナーランダーシッドサガン9世紀、ニューデリー、国立博物館インド美術史では、概ね7世紀中央から12世紀の間を中世前期とする。この時代は、ヒンドゥー教美術の前世紀であった。ハルシャバルダナ王の王朝崩壊後、13世紀初頭の、 イスラム政権樹立までの間、インドは、ラージプート時代と呼ばれる、軍友滑挙の時代に入った。ラージュプート省をサと呼ばれるヒンドゥ王朝は、西北インドのラージャスターン地方や中インドの、山間部を出自とし、プラティハーラーサ、チャーハマーナーサ、チャンデーラーサ、パラマーラーサ、ゼンキチャールキーアーサ、ラーシュトラクーターサなどがある。東インドのパーラ朝やセーナーサは、 ラージュプート王朝には数えられていない。ヒンドゥー美術はクシャーナ朝の時代から制作され始め、中世前期に最盛期を迎える。ヒンドゥー美術が成功する一方で仏教とその美術は衰退に向かった。インド発祥の宗教である仏教はアジアの各地に伝播して栄えたが、発祥の地であるインドにおいては7世紀頃から衰退に向かい、12世紀にはインドにおける仏教は、 壊滅状態となった。そうした中で、東インドのパーラーサは仏教を保護奨励し、道王朝の下で、インドにおける仏教美術は最後の花を咲かすことになる。この時代には、密教の教義が発展し、造形の面でも、密教尊像の種類が増すことが特色である。東インドのパーラーサは8世紀中央、ゴーパーラによって創始され、8世紀後半から9世紀。 前半に最盛期を迎え、前後4世紀ほどの間続いた。この王朝の歴代の王は仏教を保護したが、12世紀にデカンから進出してきたセーナ朝によって滅ぼされた。セーナ朝はヒンドゥ王朝であったが、この王朝も1世紀足らずで滅び、以後はイスラム勢力の支配するところとなった。パーラ朝の最盛期にはナーランダー、ボードガヤーなどの仏教人員が発達した。 パーラーの仏教彫刻は黒色の玄武岩を用いており、固く緻密な造形が特色である。また、ブロンズ像も多く作られた。パーラーの彫像は芸術的表現よりも義機に基づき、各尊像を図像的に正確に表現することに重きを置いている。そのため、細部の表現が精密化する一方で芸術的観点からは形式化が否めない。 タメンタ秘蔵やフンド像が多いのも特色でヒンドゥー美術からの影響も見られる。多くの作品は高浮彫りの秘蔵で50センチ以外の商品が多い。仏教美術は発祥の地であるインドではパーラーサを最後に衰退するが、この王朝の仏像はネパール、チベト、東南アジアなどの仏像の様式に多大な影響をもたらした。ラージャスターン州西部にある。 アーブ山は、ジャイナ教の聖地である。海抜1200メートルを超える山中に、いくつかの寺院があり、ビマラバサヒーデラが最も著名である。この寺院は1031年、ないし1032年に完成したもので、地味な外観からは想像しがたいが、内部は白大理石を用い、極限にまで技巧を凝らした建築である。天井や柱などの装飾は、石像とは思えない。 繊細な堀を施している。天井装飾は55箇所にあるが、すべてデザインが異なっている。当寺院は後に、アラーウッディーン・ハルジーの攻撃を受けて損傷したが、1300年頃に修復されて今見る姿になっている。ジャイナ教は徹底した禁欲を説く宗教であるが、この寺院の建築装飾に用いられた、総学人物や踊り子などの像は、肉感的であり、 ヒンドゥー寺院にあるそれらと大差ない。ヒンドゥー遺跡地図、エローラ第16屈中世前期の美術のうち、ヒンドゥー教関係については、以下に不死を改めて記述する。なお、説明の都合上、一部6世紀に遡る作品や13世紀に下る作品についても説明している。中世前期は、ヒンドゥー美術の最盛期であった。この時代、デカン及び南インドでは、 様々な王朝が攻防したが、そのうち、全キチャールキアーサ、ラーシュトラクーターサ、チャンデラーサ、パンラバ朝、チョーラ朝などのもとで、ヒンドゥー美術が栄え、石窟や壮大な石積み寺院が、盛んに造営された。西インドでは、ラーシュトラクーターサのもとで造営されたエローラ、エレファンタの両石窟、南インドでは、マーマーラプラムの岩石寺院や、岩壁浮き彫り、 バーダーミ及びその周辺の石窟と、石積み寺院、やや時代が下ってダンジャーブール他の石積み寺院などが、除名である。デカンでは、チャンデーラ朝サの章によって造営されたカジュラー法の寺院軍が、その壁面に表された官能的な女性軍像で、知られる。東インドのオリッサ地方では、ブバネーシュワルに、多数の寺院が混流され、時代は13世紀に下るが、 コナーラクのスーリアジも著名である。エローラには記述の通り仏教、ヒンドゥー教及びジャイナ教の石窟が併存する。この中では仏教窟が初めに開かれたとみなすのが一般的だが、ヒンドゥー窟の方が古いと見る説もある。仏教窟とヒンドゥー窟の造営は7世紀から9世紀、ジャイナ教窟はやや遅れて8世紀から10世紀と推定される。 石屈群の中央部に位置する第13窟から第29窟がヒンドゥー屈で、これらのうち第14.1516.2129の各岩屋が重要である。ヒンドゥー屈は列中のある広間と指導とで構成されており、指導は岩屋の奥壁に彫り込まれる形式のものと独立型のものとがある。側壁や奥壁には、 心臓や神話場面の浮き彫り彫刻がある。三面芝像エレファンタはムンバイ沖にある小島である。ここには数箇所の石窟があるが、保存がよく重要なのは第一窟のみである。この第一窟は40メートル四方の広間を中心として、その北、東、西の三方に入り口を設けている。北の入り口から広間へ入ると、正面の奥壁に著名な三面、 芝の胸像が掘り出されている。広間の東と西の入り口にはそれぞれ衝動が付属する前路を設ける。本尊の輪画を祀る指導は広間の中心ではなく生端に近い位置にある。この指導は四方の入り口のそれぞれ両脇に大きな相門神心臓を配す。奥壁中央の三面芝は胸から上のみの像であるにもかかわらず高さは5.5メートルに及ぶ。 ここに掘り出された三つの顔のうち、向かって、左は牙を剥き出し、眼球が突出し、手にコブラを持ち、凶暴な層を示すバイラバであり、右は手に蓮ンゲを持ち、恩和な層を示すカミヒウマである。そして、中央の正面向きの顔は、半眼の瞑想的で威厳のある表情をした芝の像で、右手にジ珠。 左手に果実を持つ。この像は男性原理と女性原理など様々な対立概念を統合する超越紙としての芝を表したものでインド彫刻の最高傑作と評される。三面芝鏡像の左右壁面及び広間の北、東、西の各入り口左右の壁面の計8箇所にある彫刻はいずれも芝に関わるものである。彫刻の主題は 奥壁の左が、両性具有の芝、右が、ガンジスガーの効果、以下、靴内を時計回りに、西入口左右が、芝とパールバティの結婚と、魔人ダカを退治する芝、北入口左右が、武闘の芝と、瞑想する芝、東入口左右が、カイラササンを揺するラーバナ、サイコロ遊びに興じる芝と、パールバティである。本靴の彫刻は、 グプタ時代後期からポストグプタ時代にかけての伝統を、継いだ作風、人体の古典的把握などから、8から9世紀の制作と見るのが、一般的である。その一方、カラチュリアサの元6世紀に制作されたと見る説もある。宮寺明は、本屈が8世紀に遡る、可能性はあるが、カラチュリアサと、積極的に結びつけるは、根拠ないとしている。南インドとは、 競技には、アーンドラプラデーシュ、カルナータカ、タミルナール、ケーララおよびテランガーナの各州の地域を指す。この地域は北インドとは文化圏が異なり、言語もインドアーリア語族とは系統をことにする、ドラビだけ言語が主に話されている。この地域では6世紀以降に本格的なヒンドゥ美術が制作されるようになった。北インドでは13世紀以降、 イスラム勢力の進出に伴い文化のイスラム化が進むが南インドでは北インドに比べてイスラム文化の影響は弱く文化の独自性が後まで保たれていた南インドの文化は海上交易を通じて東南アジア諸国の文化にも多大な影響をもたらしたデカン地方では6世紀半ばに前期チャールキアーが成立タミル地方には パンラバ朝とパンディア朝が復興され、9世紀までは、これら3つの王朝が並立し対立していた。中部インド、マディアプラデーシュ州の北端に位置するカズラー法は、かつてはラージブート族のチャンデーラーサの都であった。この王朝は10世紀初め頃にプラティハーラーサから独立し、11世紀に最盛期を迎えるが、13世紀には衰退している。には、 チャンデーラ朝の歴代の王によって建立された大将約20の石積み寺院が現存する。これら寺院の建築様式は北方の典型的なもので大部分の寺院は10世紀後半から12世紀前半の建立である。当地の寺院はその所在場所から便宜上西、東、南の三軍に分けて説明されることが多い。著名な寺院としては 西軍のカンダーリンやマハーデバジ、ラクシマナデラ、ビシュバナータジ、シトラグプタジ、東軍のバーマナジ、パールシュバナータデラ、南軍のドゥラデオデラなどがある。このうち、ラクシマナデラはヤシオバルマン王によって建て始められ、息子のダンガにより完成された。11世紀初頭のビディアーダラ王の時が王朝の最盛期で、統治を代表する寺院である。 カンダーリア・マハーデイバジはおそらくこの王によって建てられた。カジュラー法の石積み寺院はいずれも周壁を持たず、高い基壇上に東を正面として建てられている。西軍のチトラグプタ寺は太陽神スーリアを出身とするが、他の寺院の出身はシバ、またはビシュヌである。西軍のチャウンサとヨーギニーデラは、河口岩星で旧世紀末に遡ると見られるが、他の寺院は、 黄色砂岩を用いており、10世紀後半から12世紀前半の混流とみられる。カンダーリア・マハーデイバジの建築部分名称、東から西へ玄関、広間、全室、本殿とその周囲のプラダクシナーパタからなるが立つ。本殿上には、力が立ち、その周囲に、多数の小、力を巡らす。力上には、アーマラカと、カラシャが乗る。スーリやじき団に表された。 シャリン東インドのオリッサ地方には、7世紀のパラシュラーメイシュバラデラに始まり13世紀に至る、イシツミ寺院が残る。当地ではビマーナ、マンダパをそれぞれで、ウル、ジャガモウ花と称する。デウルは砲弾型の力を持ち、ジャガモウ花の屋根はピラミッド型とするのが一般的である。さらにカブデン、クモツデンを建てる場合もある。オリッサ州の州と、 スバネーシュワルには中世ヒンドゥー教の遺失美人員が20余り存在するが、そのうちパラシュラーメイシュバラデラ、ムクテイシュワルデラ、やや時代の下がるリンガラージャジなどが代表例である。中世後期はインドイスラム文化の栄えた時代である。偶像崇拝を否定するイスラム教のもとでは人物、動物などの像は作られず、造形芸術はモスク、宮殿、病墓などの建築、 カリグラフィー、写本絵画などの分野で発達した。インドへのイスラム勢力の進出は11世紀に本格化し、1206年には北インドに初のイスラム王朝が成立した。アフガニスタンのガズナに成立したイスラム王朝のガズナアサはたびたびインドに進出したが、同じくアフガニスタンにあったイスラム王朝のゴールアサによって滅ぼされた。ゴールアサのムハンマドは、 1192年に、ラージャスターンのチャーハマーナ朝率いるヒンドゥ連合軍を破り、北、インドを平定。そのムハンマドは1206年に暗殺され、敗下の武将クトゥブティームアイバクが独立を宣言した。この王朝はスルタンが、宮廷奴隷の出身であることから、奴隷王朝と称される。以後、ムガル帝国建国までの約300年間、北、インドでは、 奴隷王朝を含め5つのイスラム王朝が攻防した。これらを総称してデリー・サルタナットという。クトゥブ・ティーン・アイバクがデリーに建立したクトゥブモスクはイスラム建築ながらインド建築の要素が濃厚である。1526年、バーブルはデリー・サルタナットの最後の王朝ローディアサを倒し、ムガル帝国を建国する。ムガルはモンゴルの意である。ムガル帝国は トルコ系王朝であるが、バーブルの父がティムールの血を引き、母がチンギスハンの血を引くことから、ムガルと多称されるようになった。ムガル帝国の2代皇帝、フマーユーンは、アフガン系スール族の将軍シェールハントの抗争のため、一時、ペルシャに亡命した。3代アクバルから6代、アウラングゼーブまでの時代、すなわち16世紀後半から17世紀にかけてが、 ムガル帝国の最盛期であった。三代アクバルは帝国の支配を確立し、全北インドを平定するとともに、ヒンドゥー教徒とも融和を図った。アクバルは、ヒースラム教徒に課す人道税であるジズヤを廃止するなど、多宗教に寛容であった。四代のジャハーン・ギールは、多宗教に寛容であるとともに、文芸を愛好した。五代のシャージャハーンは、 タージマハルを混流したことで知られる。六代アウラングゼーブは異教を弾圧し、権力保持のためには兄弟を殺害し、父親を遊兵するという人物であった。この皇帝の治世は長かったが、その死後に帝国は衰退に向かった。16世紀以降のムガル朝世紀は、インドイスラム建築の最盛期でもあった。デリーのフマーユン病、アーグラーのタージマハルなどが著名である。 インドでは16世紀から19世紀にかけて、写本装飾などの細密画が成功した。これらのインド絵画は、ムガル絵画とラージプート絵画の2系統に大別され、後者はさらに多くの流派に分かれている。ムガル絵画は、イスラム帝国であるムガル帝国で制作されたもので、ペルシャの細密画の伝統を引き継ぎつつ、独特の作風を発展させた。一方のラージプート絵画は、 ヒンドゥー教徒によって制作されたもので、画風は庶民的であり、ヒンドゥー神話を題材とするものが多い。ムガル絵画は、ムガル帝国二代皇帝フマーユーンの時代に始まる。彼は、シェールハントの構想のため、1543年からの一時期、ペルシャのサファビー町に亡命していた。帰国に際しフマーユーンはダブリーズ派のペルシャ人、画家二名を連れ帰った。 三代皇帝アクバルも絵画に関心を示し、絵画工房を設置。百人もの宮廷画家を抱えていた。四代ジャハーン・ギールは武芸よりも文芸を愛した皇帝で、その時代にムガル絵画は最盛期を迎えた。ムガル絵画はペルシャ細密画の特色である二次元的、装飾的様式を基礎にしつつ、 アクバルの時代になると、インド土着の要素や西洋絵画の影響も加わって、絵画様式が変化する。すなわち、ペルシャ絵画の装飾主体の様式は保ちつつ、奥行きを持った現実的な空間が表現されるようになる。ムガル絵画は、ジャハン・ギールの時代を頂点として、以後は、衰退に向かった。ラージュプート絵画は、西北インドのラージャスターン地方やパンジャブ地方で栄え、 ラージャスターニー派とパハーリー派に大きく分かれる。ラージャスターニー派は、ラージャスタン地方から、マールワー地方を中心に16世紀中央から19世紀中央に活動し、メイワール派、ブンディ派、マールワー派、ビカーネール派、キシャンガル派、コーター派などの諸流派がある。一方のパハーリー派は、パンジャブ地方から西部ヒマラヤ地方で17世紀から18世紀に、 かけて活動したもので、バソーリー派、ジャンム派、カーアングラー派、グレール派などの諸流派がある。ラージュプート絵画の主要な題材は二大女子誌やヒンドゥーの神話である。中でも、クリシュナ神話を題材とした絵画は人気があり、クリシュナとマキジョラーダーとの愛を歌った、ジョジョ氏ギータ・ゴー・ビンダは、しばしば絵画化された。画風は派によって差があるが、 原色に近い明快な色彩を平面的に塗り、人物や事物は明確な輪郭線を持って描かれるのが全体的な特色である。バソーリー派は画面の外枠を赤色で囲み、濃いからし色の背景に人物を配するという特色ある様式を持っている。カングラー派は序情的風景の中に神話場面を描く点に特色がある。15世紀後半、ポルトガル。 スペインなどの欧州列強はアジア、アフリカ、アメリカへの大規模な航海を行った。ポルトガルのバスコダガマは1498年、インド南西海岸のカリカットに到達し、インド進出の足掛かりをつかんだ。1510年、ポルトガルは西海岸のゴアを軍事力で占領し、植民地化する。1530年にはゴアがポルトガル領インドの主婦となった。以後、 20世紀半ばにインドに編入されるまで、ポルトガル領インドは400数十年の間、存続した。17世紀初頭には、イギリス東インド会社、オランダ東インド会社、フランス東インド会社が相次いで発足した。東インドとは、コロンブスの到達した西インドに対する語で、ヨーロッパ人から見た東洋の貿易先を意味した。上記3つの東インド会社は、 それぞれ国王の直居を得て、アジア貿易に特権的な地位を占めた組織であった。こうして、重症主義の台頭とともに、ポルトガルに代わって、イギリス、オランダ、フランスが東洋貿易の権益を争うようになる。イギリスははじめ、モルッカ諸島からの高領輸入を目指していたが、この面では、オランダとの争いに敗れ、17世紀半ば以降は、活動の中心を、 東南アジアからインドへ移した。東インド会社は単なる貿易会社の枠を超えて国家に近い存在となり、イギリスによるインド統治機構としての性格を次第に強めていった。それが決定的となったのは1757年のプラッシーの戦いである。この戦いでイギリス軍はベンガル大使軍を破り、1765年、 イギリス東インド会社が、ベンガルのディー,ワーニーを o l に至って、英国のインド支配が確立した。それから約1世紀後の1857年、デリー北方のメイラトで、シパーヒーの反乱が起きる。反乱は鎮圧されたが、東インド会社を通じてのインド支配に限界を、感じたイギリスは、翌1858年、同会社を廃止し、インドを、 イギリス国王の直接統治に改めた。ムガルの皇帝は範囲され、代わりにイギリスのインド総督が置かれ、ムガル帝国はここに名実ともに消滅することとなった。イギリスのビクトリア女王はインド皇帝を兼ね、イギリスは自らをムガル帝国の正当な後継者とみなした。イギリス植民地時代のインドの建築には当時ヨーロッパで流行していた。 ゴシックリバイバル様式の建築に、ムガル帝国の建築様式を加味した折衷的様式、すなわちインドサラセン様式が採用された。ボンベイの旧ビクトリアターミナス駅や旧プリンスオブ・ウェールズ博物館などがこの様式による。校舎はビジャープルのゴールグンバズ病をモデルにしている。ムンバイの港に立つインド門は、 ジョージ・ウィテッドの設計で、イギリス国王のジョージ5世とメアリー王妃のインド上陸に際して建てられたもので、イスラム風の戦闘アーチとヒンドゥー風の装飾を用いている。ムガル帝国の消滅から近代国家としてのインドの独立までの約一世紀間は、植民地支配の時代であったと同時に、多種多様な文化や言語を持つ、人々の集合体であったインドが一つの国家として、 統合されていく過程でもあった。こうした時代の中で、インドの伝統文化は、衰退を余儀なくされた。植民地時代の美術の現れの一つとして、カンパニー絵画を挙げることができる。これは、インド人画家が、イギリス人パトロンの好みに応じて制作した絵画の、ことで、家長、人物などを写実的画風で描いたものが多い。下に写真を掲げた、五人の新兵は、その一例で、 ウィリアム・フレーザーというインド総督府の役人のコレクションに含まれていたものである。個人としての芸術家の地位が確立していなかったインドにおいて初めて全インド的な名声を得た国民的画家がラビバルマであった。彼は西洋の油彩技法でインドの神話や人物を描き、その作品はイギリス人の政府高官やインドの藩王たちに好評であった。 彼の作品イメージは安価な複製画を通じて、インド各地に流布し、インド文化に大きな影響を与えている。一方、アバニーンドラナート・タゴールらのベンガル派の芸術家たちは、バルマの絵画を低俗であるとして厳しく批判した。姿聖ラビインドラナート・タゴールの一族である、アバニーンドラナート・タゴールは、油彩画法と西洋画の写実主義のいずれをも拒否し、 民族主義的な芸術運動を先導した。ありがとうございます。